前田さんの番組で拝見したんですけど、はい、あれ元々の話、あれさっきお話してたその大学生が、はい、同居してた時のやつ、はい、で DVD はあれよくあったんですか、それ前から。いや、全くなかったです。例の話で揉めてたら結構あれ動画だと1回なんですけど、はい、結構3回ぐらい倒れて、直しても倒れて、直しても倒れて、それでぶん投げたんですか、それ投げたんですよ、腹立って急に投げてないんですよ、誰も、うん、3回目でやばいと思って、うん、いるじゃんって思って、うん、結構きちっと立ってるやつですよね。あれはち怖かったですよ、ね、と思って川原さん自身は、うん、あの時 の, あの最初の動画では、はい、もう信じてないじゃないですか、完全に。まあ、今も全然信じてないんですけど、でも、なんか事象はあったんですか、その、まあ、変な現象が起きた。おかしいなとは思いますけど、おかしい、はい、あの時その叫んでたので、はい、うちなんか実家があの、はい、墓潰した後に立ってるけど、なんもねえよって、はいはい、よー見てくださって、墓地潰したところに、墓地潰したところに、もう子供の頃から住んでたところに住んでたけど、なんもない、ご家族も何にもないって言ってました。何にもないって。よくね、あの僕らのその業界というか、そのオカルト業界と、もう大好物の設定なんですよ。そうですね。何かあった、調べた、そしたらこう墓地を潰してたとか、井戸を潰してたとかって言うんですけど、なんもない。まあ、火の玉ぐらいはあったと思いますけど、それも別にあの科学的な現象だと思って、うちは結構冷静に、ガスが出てるんだなとか、そういう感じで、家族が、はい、みんなそんな感じなんで、家族皆さん、そう。あの DVD が倒れた時はさすがに腹は立った。腹立ってます、本当に。あの瞬間がすごい面白くて。負けそうになったんで、うん、論破できなそうになったんで。はい。そっちもあって。これは危ないぞっていう感じで投げました。一番ダメじゃないですか。論破できないから暴力で物に当たるっていうね。一番ダメですよね。大人として。ゆるよりダメないです。それであれを、まあ、ネタと言っちゃ申し訳ないですけれど、はいはい、あのジェニーたちから、はい、持ってって、はい、見事そうです、ね、融資を受けたんですけれど、クレオパトラ美月先生っていう、はい、パトラ先生、義母愛子さんのデッサン、デッサンはだいぶ本物っぽいんですよ、うん、なんで本当にちょっと怖い、人はすごかったですね。いや、あの回はすごかったですね。本当にそういう現象がやらせじゃなく起きてたんで、女性が倒れたりとか、もう一人女性が足も動かなくなったりとか、はいはい、起きてたんで、それの説明はもうできないですもんね、僕は、うん、あの映像もその、うん、足のところ青い人が映り込んでる、はい、まあ確かに僕らその取材とか行ったりすると映り込んでることはあるんですけど、 あれは結構はっきり映ってらっしゃいました、ね、あれは怖かったというか、あれはちょっとねちょっとびっくりしましたね。信じてない川さんも、そうですね、まあ信じてないですけど怖いですよね。ただただ怖い、怖がりなんで信じたくないんですよ、今日は。わかります、同じ、同じです。そうですよね、できればっていう、そういう感じなんか他の理由で説明つけたい。そうなんですよ。あの時は、まあ、こちらに立ってる感じですよね、ここですね、ちょうどこの辺に立ってて、ここててで、ドスさん曰く股間が青く光ってたみたいなことを、すごい話を持って喋られる。持って喋られる、はい、でもやっぱり、こう、美月先生がおっしゃってたんですけど、はい、その、なんかこう初めに、なんかこう、自己物件ですとかね、ありますっていう時に、いやいやいやつって、もう生きろよって言ってた時に、すごく合点がいったんですよ。ははーんと。あ、いや、生きるようだったらもう、俺もなんとなく、なんか理解できるっていうか、いや、霊がなんか取り付いてますとかだったら、いやいやいや。通りすがりのね。なんでだよってなっちゃうんですけど、生きるようだったら、まあまあまあ、思い当たる節もあるだろうし、あ、まあ、それそうだろうっていうので、で、女性に襲うとかって、はい、あ、やっぱ人って一番怖いんだなって。はい、またね。あの時その女性スタッフが倒れ込んじゃった人がいたり、それまた別のもあったんですか、現象。その女性が倒れて足になんか倒れて、もう一人あの AP さんみたいな人がカメラ撮ってたの、その人も左足が全く動かなかったらしい。完全に怖っ。で本当全員女性なんですよ。女性に行ってたんで3人ついてるうちの女性かなっていうのもあった。冷蔵っていうのは どっからどこ、こちら座られてるところ、冷蔵庫のところあたりからその斜めにこう曲がっていく感じですね。そう、はい、ここらしいです。ここはもう本当に冷の冷凍らしい。冷凍であれね、そう、うん、冷凍ですね。だからこう寝てたらダメだって言われて、あ、寝方先生に冷凍に寝てたら頭が狂うらしいんですよ。なんかだから縦にしなさいとか、だから一回俺ら全部掃除したんですよ。
綺麗にして、ここが汚いって言われて、ここに女性がいるって言われまして、そのちょうど立たれてる、うん、でいつも俺のことこう上から見てるみたいな、生き量ですよ、生き量、恐ろしいです、ね、やめてほしいです、ね、やめてほしい、見ないでほしい、本当に見ないでほしい、知らなきゃね、よかったのに、知らなきゃよかったそれでその、まあ、除霊ルポがあって、はいはい、てまあ、指導も受けて、はいはいはい、その後改善はしました。そう、あの変なことが起きたりとかはない。いや、起きてます、起きてます。起きてるんですか。その後すぐ腰もやっちゃったし、あ、はいはい、コロナにもなったのかな。 あと、まあ、周りの女性があのバタバタ倒れてくるみたいな、あの仕事もだから一緒にいる女性が結構倒れちゃったりするまあ、多くて、はいはい、本当にでも自分に害がなくてよかったなって。ひどいな最低じゃないですか一番怖いモンスターいや、もう本当なの、女性にね、行っちゃうらしいんで、やっぱりこう持ってるやつ、同性スタンドが、ね、はい、女性スタンドじゃないです、女性にしか攻撃しない生き量がついてるんで。そうなんですよね、女性に行くらしいんですよ。そうだね、だからトスさんも何もないし、ね、もう何も、周りの芸人、男芸人も何もないですけど、女性はだからヒカリちゃんっていう、ウェンズデーズのヒカリちゃんっていう子も、はい、あの目が潰れちゃったりとか、はい、潰れちゃったり、怖い怖い怖い、潰れてはないですよ、潰れてはないです、目の病気になってたまたま会うっていう日に、はい、会う日に行ったら、はい、簡単してきて、はい、傘のせいですよってなって被害者の会ができそうな、で唯一生き残ってるのが、あ、白木町なんですよね。白木さん何度も来てるわけですよ、ね、でも何度も、でもあの人の首という首に術つけててあの人は戦ってたんですよ、ずっと三木先生と一緒で戦ってて、勝ってたって言われてギリこう押しのけて、もう、ね、すげー、白木さんだけなんですよ、勝ったのは。白木さんなんかスピリチュアル好きなんですね。そうなんですよ、ほぼ宗教家、ほぼ宗教女性を半分除霊したんですよ。半分除霊しまして、でなんか全部、生き量全部取っちゃうと売れなくなっちゃうわよ、あんたって。で、一人残すからって言われて、一、うん、人残ってるんですよ、生き量が。そんな器用なことができるわけですセレクトできるらしい。これはいい、みたいな感じです。いい生き量。いい生き量というか、なんか、あの、一人だけ残ってて、それとうまくやればあんた売れるわよ、みたいな。早く取ってほしい。そういう力は借りたくない。嫌なんですよ。嫌な。取るなら取ってほしい。もともとここでも人は死んでるらしいの、美月先生曰く。老人だったんですけど、はい、その老人はこの絵をずっとこう眺めて歩いてたらしいです。へぇ、はい、で、何の害もないっていう。じゃあ、気に入ってる。気に入ってる。じゃあまあ、観客、第一号観客。一番短い。古典の第一号のお客様。ガロンに。なかなか人来ないですからね、ここで。来れないから。新しいタイプですよ、一切信じてないのにめっちゃ語ってるっていう、ね、語ってるゴーストバスターズみたいになるかもしれない、うん